法令制限も理解。はい、こんにちは、レトスノーモです。今回なんですけども、法令上の制限、まあ、都市計画法だったり、建築基準法、農地法、宅地造成等規制法、国土利用計画法、あと土地区画整理法、まあ、そういったね、法令上の制限と呼ばれるもの、まあ、苦手としている方が非常に多い分野なんですね。ただ、ここっていうのも、理解すべき部分を理解をしていけば、すんなり解ける問題も増えてくるんですね。だからこそ、やっぱり理解をしていきましょうっていう話です。で、まあ、多くの方がね、ここ丸暗記しようと思って丸暗記をするんですけども、結局丸暗記しても、全くイメージできてないから、答えられない。本試験になった時に頭が真っ白になるってことになるので、まあ、今回ちょっと具体例を出して、こうやって理解するんですよっていうふうなね、ことをお伝えします。ただ、今からお伝えする内容は、まあ、都市計画法と、農地法の関連する内容なので、ちょっとここをね、まだ全然勉強したことがないよ。これから勉強始めるんだよって方にとってはね、ちょっとわかんないと思います。まあ、ちょっと勉強した後にね、ちょっとご覧いただければと思うんですけども、もう一回勉強した方については、なんかね、あやふやでも頭の中に残っていると思うので、わかっていただけるんじゃないのかなと思います。ではですね、ちょっとお話ししていきます。まずこの表って、まあ、農地法の話です。農地法3条、農地法4条、農地法5条の、まあ、許可制の話ですね。まあ、転用したりとか、権利移動させた場合に、何条の許可が必要ですかっていう話の表なんですよ。まあ、例えば3条で行くと、まあ、農地がありました。まあ、この農地をあなたに、売却します。で、あなたは、この農地を農地として使う。つまり、まあ、畑だったりとか、まあ、田んぼとして使う場合。っていうのが3条の話なんですね。単に、この農地を使う人が変わっているだけ。使い方は農地として使うっていうような形なんですね。で、4条については、私が農地を持ってますよ。で、この農地を農地以外の事柄に使いますよ。例えば、農地を、やめて、アパート経営をするために、宅地にすると。まあ、言った場合ですね。で、5条っていうのはこれとこれを足し合わせた感じです。私があなたに売却します。農地を売却します。で、あなたが農地として使うのではなくて、アパート経営のために宅地にするとかね、宅地に、まあ、転用するという言い方をするんですけども、まあそういった場合は5条許可が必要。だから単に権利を移動させるだけで転用しませんよ。農地を農地として使いますよというのは3条。4条は、権利は移動させませんよ。私の農地で私が使う。ただ使い方を変えますよ。転用しますよっていうのが4条。5条っていうのは権利農地を権利移動させてあなたが使う私からあなたが使うようにこう変えてさらにあなたも農地を使い方を変えちゃいますよアパートなど違った使い方をしますよ転用させますよ権利移動プラス転用の話なんですね。で基本的にはこれ全て許可制なんですよ。だから許可が必要なんですね。で許可ってことは不許可の場合もあるんですよ。つまり、私が三条許可を取ろうと思うと、まあ、農地使いたいということで、売ろうと思ったけども、まあ、事前にこれ、許可いるんですね。許可がいるんです。で、その時に、まあ、許可取ろうと思ったけども、この農地を使うあなたがね、農業のノウハウ全くないと。また農業の器具を持っていない。まあ、そういった理由から、不許可になるってこともこれあるんですよ。もうこれらもそうです。不許可になる可能性もある。つまり一定の審査があるわけなんです。基本的には。ただ、市街化区域内の農地について、4条5条を受ける場合っていうのは、許可まではいらなくて、届け出だけでいいんですよ。届け出がいいってことは、これ、審査しないんですね。届け出たら、もう OK なんです。不許可っていうことはないんでね。もう届け出たらそれでもう、審査ありませんので、もう通過なんですよ。なんでこのようなことが市街化区域内で起こっているのか、しかも45条だけで3条じゃないの、3条についてはこのね、特例ってないのか。これちゃんと理解すれば、実際本試験の時に問題読んでいただいて、こういう理由だからこれ届け出だけでいいなとかって分かってくるんですよ。多くの方これ丸暗記してるんですね。で丸暗記すると、問題文読んだ時に、まあ、さらっと読み流すとこれね、引っかかってたりするんですよね。でそうならないためにちゃんと理解をしておきましょう。っていう話です。で、そこで重要になってくるのが都市計画法で勉強する市街化区域っていう話なんですよ。
これどういった区域なのかっていうと、建物どんどん建てていっていいよっていう区域なんですよ。あるね、地域があって、ここの中のこの部分だけは市街がグッピーしましたと。した場合、もうここの区域についてはもうどんどん建物を建てていっていいですよっていうふうにこう指定するんですよ。これ市街化区域です。この中に農地があった場合、この農地も都市計画でもう農地もどんどん建物に変えていっていいよって言ってるのと同じ意味なんですね。つまり、この市街化区域内に農地があって、転用する場合、農地を例えば先ほど言ったようにアパートにこう変えるとかね、宅地に変えるっていう場合っていうのは、もう都市計画でいいよって言ってるんだから、農地法で不許可にする必要もないわけですよ。だからもう届け出だけでいいよと。届け出したらどんどんもう転用してっていいですよっていうような意味なんですね。3条って、この4条5条とどう違うかっていうと、4条5条は転用するんですよ。今言って農地をアパートを建てるために宅地に変えるとかっていう話がこっちあるんですけども、これは農地を農地としてそのまま使うわけなんで、転用しないですよね。ってことは、今言った内容ってあんまり関係ないんですよ。市街化区域内で、農地を農地として使うんですよね。ってことは、今言ったように、どんどん建物建てていっていいよっていう話とは、反するわけですよ。建物建てないんでね。だから、今言ったような市街化区域内の特例、つまり、届け出だけでいいよっていうようなこの特例は適用されないんだよ。っていう話なんですね。で、まぁ、こんな感じで理解をしていくってところって意外と、法令上の制限でもたくさんあるんですよ。まあ、すべてがすべて理解できるかって言うとそうじゃないです。ただ、理解した方がもう楽なところっていうのはすごくたくさんあるので、そういったところをどんどん頭に入れていく、理解をしていくってことを、ぜひ行ってみてください。だから、わかんない部分があったらちゃんと調べたりとか、自分で考えたりとかするという、やっぱり習慣ってすごく、まあ、重要なんですね。それやんないと、もうすべて結局は丸暗記になるわけですよ。テキストにも今言ったようなことは載ってなかったり、予備校通っても教えてもらえなかったりね。まあ、するわけですよ。だから結局は自分自身でやっていかないといけないわけです。予備校生であっても、通信講座通っている方であっても、独学であってもね。だから自分で調べるということをぜひね、行って、どうやったら理解できるかなって考えながら、ぜひ行ってください。で、個別指導では、今言ったような内容っていうのは、私からお伝えはしてます。これはこうやって理解するんだよ。あれはこうやってね、理解するんだよってお伝えしますんで、ぜひ個別指導もご検討ください。早くからね、やっぱり受講していただいた方のが合格率も高いので、あと1ヶ月間だけでも自分で勉強しようって思っちゃうと、その1ヶ月間、丸暗記学習やっちゃうと、結局理解学習ができなくて、その時間がもったいないわけですよね。これ1ヶ月って言っても、30日あるわけなんで、30日意外と大きいんですよね。差がやっぱ開いちゃうんですよ。1日は2日だったらその差開かないけども、それが積み重なって30日とかになってくるとやっぱ開きますんで、早めにね、個別指導をご検討いただければと思います。効率的な勉強をして、短期間で無駄なく楽に合格したいあなたへ、レトスは個別指導を行っております。ぜひ今すぐ下の概要欄から詳細をご覧ください。また、チャンネル登録や毎日3問、過去問をわかりやすく解説したメルマガも下から無料でご登録いただけます。試験勉強に役立てて、次の試験で絶対宅建合格しましょう。